はい、トントンです。ようやくね、アリアの MM ナイロン入りましたよ。MM85D スラッシュ N ナイロンということですね。こちらの商品の説明をいたします。まずはまあちょっと見ていただいて、トップですね、スプルース、短パンです。こちら結構木目もいい感じですね。はい。で、サイドこちらとバックはこういう感じでなってて、でバックが、こういう感じですね。サイドバックが、ローズウッドの、ラミネートになります。ちょっと弾きますね。今回のこの個体に限りだと思うんですけどね、指板がすげえいいですこれ、はい、木目もすごいいいのでおすすめだと思います。ちなみに12フレットで、今ね 3.0 1弦側で 2.2 そんなに高くないな、 2.0 ぐらいです。はい。でちょっと高いかなって思うんですけど、クラシックスタイルだとこのくらいでいいのかなっていう感じするので、あえてこのままにしてますね。それなのでいいかなと思います。弦高下げたい人はサドルだいぶ高いんですよ。なんで自由にできる状態なので、まあまあまあそこは、ご自由にリクエストもいただければと思いますね。で、ちょっと以前よりも変わったところはね、フレット多分変わりましたね。なんかすごく物が良くなってる。今回の出荷分からなのか、たまたままの1本なのか、そこはわからないです。ワイドフレットみたいになってる。それなんですごくね、弾いてて音がマットにしっかり絡む。機種なのじゃないのかって勝手に判断しちゃいますけど、指板もすごくねいい感じだって言ってるのもなんとなくわかると思うんですよね。こんな感じですね。ぜひご検討いただければいいかなと思うんですけど、この個体はなかなか当たりかななんてちょっと思ってますね。今までの、経験上というようなお話なんですけど、もちろんフレット関係は全部研磨してツルツルにしてますし、とても弾き心地がいいように音がならないでしょうっていうふうにやってますので、そこはうちの売りとして、ご購入者様の方は、お
思っていただければいいかなと思います。はい、そんな感じで、ジプシースタイルですね。アリア MM の 85D スラッシュナイロン、N っていうことなんですけど、12フレットジョイントの、D サイズ、の、こちら、D サイズ、D ホールですね。こちらを、販売したいと思いますので、ぜひ、なんて言うんでしょう、ご購入を予定されている方、もしくは、どうしようかなって思っている方は、買われた方がいいかなと思います。今回これ69,800円で販売いたしますけど、ご存知の通り、過去の YouTube でも緊急速報ということでお話ししております。この機種が販売し次第、次の、価格、値上がり実はしまして、そのためにどうしても値段を上げざるを得ないことになりましたので、今回の69,800円はこの個体1本となりますので、ぜひ、ご検討の方はお早めにご連絡いただければと思います。以上、緊急速報も、含めてギターショップタンタン、アリア MM85DN の、動画でございました。バイバイ。